古代ローマの都市ポンペイで発見された、この壁画は、当時のポンペイの人々に関する一時資料の例である、学問分野としての歴史研究において一時資料とは、対象とする時代において制作された、工芸品、文書、日記、写本、自伝、録音、録画、その他の情報源を指す。これはそのテーマに関する、大元の情報として利用される。 同様の定義は、図書館学その他の学問分野でも用いられることがあるが、多少異なった定義を用いる分野もある。報道において、一時資料とは、ある状況に直接に接した人、あるいはそうした人が記した文章を指す。一時資料は、それを引用、言及、補足した二次資料とは区別される。一般に、事実に固定や哀曲を加えた記述は二次資料である。 二次資料はそれをいかに使うかによっては一次資料にもなり得る。例えば開古録はそこに記された著者や友人に関する研究においては一次資料とみなされるだろうが著者が生きた時代の文化を調査するにあたっては二次資料となるだろう。一次、二次は相対的なものとして理解すべきで、それは特定の歴史的文脈と研究テーマに応じて情報源を区別するということである。 学術的な文章を執筆するにあたり、情報源を分類する際に特に目標とするのは、その独立性と信頼性を見極めることである。歴史関係の論文を執筆するような場合は、一次資料を用いることがほぼ常に懸命なことであり、それらが手に入らない場合は、最新の注意を払った上でならば、二次資料を使うことがあり得る。インドの土木技師 E3 ダランは、 一次資料は過去に最も直接的な関係を持っており、二次資料のフィルタにとらわれない形で自分の言葉で語っていると述べている。学術的な文章を執筆するにあたり、情報源を分類する際に目標とするのは、その独立性と信頼性を見極めることである。一次、資料、二次資料という用語は歴史的概念の歴史をたどる方法として、 私学史から生じたものだが、他の多くの学問にも援用されてきている。例えば、科学的理論、文学における物語的要素、その他の作家から作家へと受け継がれる情報、といったものを辿るために使われてきている。科学文献において、一次資料とは科学者の新しいデータ、調査結果、理論を記したオリジナルの文献を言う。政治史において一次資料とは、 公的な報告書、演説、パンフレット、ポスター、関係者の手紙、公的な選挙結果、目撃者の供述、といった文章を言う。思想史やインテレクチュールヒストリーにおいて、主な一時資料は、当時の知識人により書かれた本、随筆、手紙となる。こうした知識人には、歴史家も含まれ、 その場合その本や随筆は歴史家本人に関する一次資料とはなるが彼の研究分野に関しては二次資料ということになる。宗教史において一次資料は聖典及び儀式に関する規定となる。文化史の研究では小説や演劇といった作りごとの情報源を扱うことがある。講義の一次資料として当時の写真、ニュース映画、コイン、絵画、 建築物といった人工物も,も含まれる。歴史家は考古遺物や対象に関する口頭の報告やインタビューを用いることもある。文字で記された情報源は次の3種に類型化される。歴史的研究方法論において歴史学そのものが歴史的な吟味対象になる場合、二次資料は一次資料となる。歴史家の伝記に関しては その歴史家が表した本は一次資料になるだろう。ドキュメンタリー映画は二次資料とも一次資料ともなり得るもので、それは映画制作者が大元の情報源にどれだけ手を加えたかによる。ラファイエット大学ライブラリーはいくつかの学問分野に関する一次資料の概要を示している。一次資料の定義は学問分野と資料が使われる文脈に応じて異なってくる。 多くの一次資料は個人所蔵されているものだが、公文書館、図書館、博物館、保存会、特別コレクションに収められたものもある。それらは公開されているものもあれば、非公開のものもある。それらの中には、大学や研究機関と提携しているものもある。特定の地域に関する資料が多くの異なった施設に散らばり、それが元の場所から離れていることもある。 例えば、カリフォルニアのハンティントンライブラリーは英国で書かれた多くの文書を所蔵している。米国では一次資料の電子的な複製を多くの場所で入手できる。アメリカ議会図書館はいくつかの電子化されたコレクションを管理し、そこでそれらを入手できる。例として、アメリカンメモリーとクロニコリングアメリカがある。アメリカ国立公文書記録管理局も、 デジタルボールツで電子化されたコレクションを管理している。米国デジタル公共図書館は多くの図書館、公文書館、博物館の電子化された一時資料のコレクションを検索できる。インターネットアーカイブにも様々な形態の一時資料がある。英国ではイギリス国立公文書館が自らのコレクションのみならずアクセスツーアーカイブスに登録された。 他の提携施設の多くの一時資料を統合的に検索できるようにしている。国立公文書館の様々な種類の文書の電子的コピーがラキアメンツンラインで入手可能になっている。入手可能な文書のほとんどはイングランドとウェールズに関連したものである。一時資料の電子的コピーの中にはスコットランド国立公文書館で入手できるものもある。多くのカウンティ記録書の資料は アクセスツーアーカイブスに含まれているが、独自のオンライン目録で管理しているところもある。多くのカウンティ記録書は、文書の電子的コピーを提供している。他の地域で言うと、ヨーロピアナは、欧州全域から集めた資料の電子版を管理し、ワールドデジタルライブラリーと、フリッカーコモンズは、世界中から集めた資料を管理している。トローブは、欧州で作られた一時資料を管理している。 一時資料となるほとんどの資料は電子化されておらず、オンラインでは、目録や検索支援でしか目にすることができない場合もある。電子化されている資料もされていない資料も、ワールドキャット、ライブラリー・オブ・コングレス・カタログ、ナショナル・アーカイブス・カタログなどを通じて検索することができる。学問分野としての歴史学は一時資料に基づいており、それらは、 学者のコミュニティによって評価され、彼らはその発見を書籍、記事、論文として発表する。社会史屋のアーサー・マーウィックは、一次資料は歴史学において全くもって基礎となるものだと述べている。理想的には、歴史学者は研究対象の時代に関わる人々が残したすべての入手可能な一次資料を使うものである。現実には、 いくつかの資料は消失したり、研究のために入手できなかったりする。場合によっては、出来事の唯一の目撃感が、何年も経ってからの回顧録、自助伝、口頭取材だったりする。遠い昔のある出来事や人物に関する唯一の証拠が、何十年あるいは何世紀も後に書かれたり、複製されたものであることもある。昔の原点の拠りどころとなっている手書きの文書は、 複製されたものかもしれないし、複製の断片かもしれない。これは古典学に共通の問題であり、書籍や書簡の要約しか残っていないこともある。一次資料を扱うことの潜在的な難しさにより、学校では通常は二次資料を使って歴史が教えられる。論文発表を意図して現代史を研究する歴史学者は入手可能な一次資料にあたるだけでなく、 新しい一次資料を得ようとすることを好む。一次資料は正確であろうとなかろうと、歴史に関する疑問に新たな情報を加えるものであり、ほとんどの現代史研究は、有用な一次資料を見つけるために、公文書と専門コレクションを多用することで回っている。歴史に関する研究は、二次資料しか引いていない場合は、学問としてまともに取り合ってもらえないものであり、それは、 その研究が独自調査を行ったとは言えないためである。しかし一次資料には潜在的な難しさがあることもある。実際のところ一次資料は通常断片的で曖昧で分析し解釈するのが非常に困難である。馴染みのある単語や社会的文脈の今は使われなくなった語彙、意味は歴史学の初学者が陥る罠の一つである。それゆえ、 一次資料の解釈は、大学や大学院の専門的な歴史の講義において、通常はある程度時間を割いて教えられるが、それによらず独学で訓練することも可能である。一次資料を扱う際の注意点として、次のようなものが挙げられる。多くの分野と文脈において、可能ならば一次資料を使うということは、ほぼ常に推奨される。一次資料が全くない場合は、 最新の注意を払ってならば二次資料を使って作業をすることもあり得る。加えて引き合いに出した著者の知見を二次資料の著者が歪め新たに粉飾するという二次資料に付き物の問題を一次資料を使うことで避けることになる。一次資料あるいは実際に一次資料に基づいた二次資料を用いずに結論を引き出すような作家が書いた歴史は当然のことだがフィクションであって 歴史では全くない。カメロンセールしかし一次資料は必ずしも二次資料より権威があるとか優れているわけではない。そこには歴史的な情報を歪める先入観や暗黙の無意識な観点が紛れ込んでいるかもしれない。原点となる資料は偏見を伴うものであり、少なくともそれが主張する内容をそのまま受け取ることはできない。 デイビッド・アイ・デール、そうした誤りは二次資料で正され、うる。二次資料は時には、作読を受け、しっかり出典をつけられ、また将来のキャリアを得るためには、方法論的な正確さが重要とされる学会で、活動する歴史学者によって書かれたりする。歴史学者は、自分が使っている一次資料の正確性と客観性を熟慮し、一次資料と二次資料に厳しい、吟味を課す。 日記のような一時資料は、せいぜい出来事に関する個人的意見を記しているに過ぎないかもしれず、その真実性、正確性、完全性は不確かである。出来事に立ち会ったり目撃した人は、その出来事を誤解していたり、自分の評判をよく見せようと恋にせよ無意識にせよ筆を曲げている可能性がある。人々は不正確かもしれない物語を創作するため、 そうした効果は、時が経つにつれ増大する。あらゆる情報源に関して、それが一次資料である二次資料であれ、バイアスの強さと方向を評価するのは研究者にとって重要である。例として、政府が公表する、報告書は出来事を正確に偏りなく、記述しているかもしれないが、プロパガンダや隠蔽を目的として検閲されたり、歪曲されているかもしれない。事実は、 負の光を当てることで真逆に見えるよう歪めることができる。法廷に出される証拠は信頼できるものかもしれないが、一方の立場を支持するよう、指示しないよう歪曲されうるものだと弁護士は教えられる。多くの情報源は、それが吟味される文脈に応じて一次資料にも二次資料にもなりうる。さらに、両者の区別は主観的で文脈依存であるゆえ、 厳密な定義を定めるのは難しい。ある本の書評は本の要約よりも評者の意見が多く含まれるという場合、一時資料になる。歴史学的な著述において過去の文献から新しい歴史学的結論を導くという場合、その結論の根拠となるのは一時資料である。ある情報源が一時資料にも二次資料にもなり得る例として、死亡記事やある雑誌で 特定の期間に特定の主題に関する記事が何回掲載されたかの調査といったものが挙げられる。ある資料が特定の文脈で一時、資料、二次資料のどちらとみなされるかは、その分野における現時点での知見の高により変わり得る。例えば、ある文献が過去の未発見の書簡の内容に触れているならば、それは大元の情報源に、 最も近しい基地の資料であるため一次資料とみなしうるだろうが、後にその書簡が発見されたならば二次資料とみなされるだろう。いくつかの例では、あるテクストを一次資料とみなす理由として、大元の実物の複製が存在しないとか、引用した情報に関して、最古の現存する情報源である、といった現実問題が挙げられることがある。歴史学者は時折、 一時資料と称する偽造された文書に対処しなければならない。こうした偽造品は通常法的権利を主張したり家計をでっち上げたり歴史的な事件に関して特定の解釈を広めるためといった不正な目的で作られる文書を精査してその申請性を確かめることを文書形式学という何世紀にもわたり 代々の教皇はその宗教的権威を裏付けるものとして偽造文書であるコンスタンティヌスの寄信状を使っていた。最古の偽造文書の例としてアングロサクソン期チャーターがあり、これは11世紀もしくは12世紀から僧員や修道院が土地の権利を主張する裏付けとして多数偽造したもので、本来の文書は失われ現存しない。 一時資料の偽造品として特起すべきものの一つとして、教区協会の新中記念碑を偽造し設置したエドワード・ディアリング卿がある。1986年にヒュートレバー・ローパーはヒトラーの日記を本物と認定したが、それは後に偽物と判明した。近年では、イギリス国立公文書館が偽造文書を保管し、その出社の判明に備えている。 しかし近現代を扱う歴史学者が何らかの重要性を伴う偽造文書に出会うことは滅多にない。ありがとうございます。